はい。よろしくお願いします。今回の動画はエネルギー論を届けたい吉良久美子さんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。第6チャンネルライブ笑える絶望2、5月24日一般チケット発売中です。会場で待ってます。よろしくお願いいたします。今京都にお住まいますよね。京都に住んでます。はい。だから今のタコさんの活動としては格闘技の選手ってことですよね。いや、選手というか、その、はい、大きい団体で何かその年間通して、はい、まあ、格闘技に集中してっていうことでもないと思うんですよね。だから格闘家の人たちってそうじゃないですか、うんうん、もう本当に格闘技だけで飯食ってっていう感じで、はい、でも僕多分もう40歳なんで、はい、41歳からそのなんか上がり幅というか、はい、例えばその20代でなんかこう始めるわけじゃないんで、はい、なかなかそれで飯食っていくには難しいだろうなっていうか、うんうん、センスもあるだろうし、うんうんうん、ずっとやってきたわけじゃないんでね。ほうほう、格闘家っていうのはどうなんだろうっていう感じはあるんですけど。でもこの前は試合に出られてたことですよね。そうですね、はい、うん、すごいですよね。それこそ経験ないのに始めたわけですよね。うん、そうですね、はい、今京都に来られてからはどれぐらい経つんですか。6年ぐらいですかね。あ、6年、はい、そうですね。途中大阪行ったりとかもしたんですけど、うん、はい、その間は、うん、一応その芸能は一回引退宣言というか、まあ、ちょっと疲れちゃったっていうのもあったし、まあ、いろんな要素もありながら、一つ二つじゃないですけど、まあ、芸能っていう部分はもうないかなというか、芸能界っていう部分では今でもやりたくないかなって思ってます、ね、はい、その間は今、うん、一般のお仕事もしたりとかされたんですか。はい、しました、しました、うん、力仕事もしたし、うん、夜飲み屋さんもやったし、今までやれなかったことをやらせてもらってたかなっていうか、うん、はい、そう、でも大体いつもですね、ひたすら今に至るまでを、うん、はい、質問しながら聞いていくっていうのがこのチャンネルなんですけど、はいはいはい、高橋さん出身はどちらなんですか。東京です。東京なんて どこら辺なんですか。の東の方か西の方か。蒲田です。蒲田行進局がね、はいはい、有名だと思うんですけど、はい、まあ、昭和の街というか、はいはい、そこでそのどんな家に育つんですか。武道士にこういう仕事しててとか、兄弟いてとか。なんか親父はその時デザイン会社で働いてて、なんかパリコレの洋服作ったりとか、なんかそんなやってみたみたいですね。お、うん、お母さんは。お母さんは看護師。あ、看護師。はい。で、兄弟いらっしゃるんですか。兄弟はいますね、はい。何人と。いや、上にもいたらしいんですけど、僕がいる前に流れちゃったらしくて、あ、で、なんかそれ聞かされて、で、僕は一応長男なんですけど、はい、弟が3つ下にいて、うん、で、その弟は亡くなっちゃって、うん、で、8つ下に弟がいて、はい、その弟は今看護師やってますね。お弟さん看護師ですよ、うん、お母さんのと同じ仕事というか。そうですね、なんか母親は4姉妹でみんな看護師で、おばあちゃんも看護師でみたいな、なんかそのなんかそっちの方で弟は行っちゃったんですかね。うん、ちなみに、どんな子供だったんですか、うん、すごいやんちゃ系ですか。やんちゃ系って言うこと聞かなかったと思いますね。全然、なんかその、変わってるから、やっぱりその、普通じゃないというか、まあ野球やってたんですけど、なんかね、大人を、もう本当小学校の時点から、信用してなかったというか。それなんで信用してなかったんですか。まあ、小学校1年生の時にすごくいい先生、なんか優しい先生がいたんですけど、すごく女性のね担任の先生で、なんかすごくまあ信用もしてたんですけど、信用してたっていうか子供の気持ちだから、そんな疑う心とかもそんなないし、大人に対してとかそんな感情もなかったんですけど、友達のランドセルが傷ついてると、でなんかその友達がなんか僕がやったと、ほう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 、先生に言ったのかな、なんか親に言ったのか分かんないですけど、はいはい、まあ、僕自身はやってなかったので、うんうん、やってないっていう話をしたら、はい、そこを信じてもらえないというか、
あの本当のこと言っていいんだよみたいな。え、そう。そう、なんかそんな感じで言われたことがすごくショックで、しかもそれホームルームというかみんなの前で問いただされたみたいな雰囲気だったんで、もう僕は壁に貼ってあった画鋲を取って、うんうん、自分のランドセルをもうこう引っかいて、うん、はい、これでいいでしょっつって、まあ、はい、これでいいですかと、もう僕だってやれることないから、どうしてもやってないっつって言っても、うんうん、来てって言われて、一人にされて、本当のこと言ってって言われて、いやいやいや、勘弁してくれとか思って。へあとなんか、もう一つあって、剣道やってたんですけど、ちっちゃい頃。そこのなんか一緒に通ってた仲いい男の子がお金を学校に持ってきてて、すごい金額のお金だったのかな、5000円とか、うん、お子供にしては、うんうんうん、でそれを僕に入れられたと、え、見つかってそのお金どうしたのっていうふうに言われた時に、いや僕に入れられましたみたいなこと言われたんだけど、まあ今考えても入れれるわけないというか、5000円大金です、うん、もう僕その時ガチャガチャとかね、流行ってたから、そんなんで使いたいぐらいな感じだったけどあるんだったなんか濡れ衣を着せられがちだそうですね。そう、なんかだからそこら辺からちょっとなんかこうあんまり信用しなくなってるというか、人に対しての興味を、まあ、興味はあるんだけどものすごく、はいはい、うん、そうですね、冷めた感じはすごくあったのかな。やっぱみんななんかそう、中岡さんなんか目立つから、うん、悪いことしそうに見えるから、その性にしたらちょうどいいみたいな。でもそれでもそういう気になってくるんですよね、だんだんと、はいはい、あ、もう別にいいや、そういうふうにやって思われてんだったらみたいな。それ大人になってからも正直変わんないかもしれない。ちょっとどっか根底というか昔の振り返るというか、なんでこういうふうになってるんだろうなというか、自分の人生が、なんか一つ一つあの探っていくと、これってちょっと関係あんのかなみたいなことは、まあそんな年から年中考えてるわけじゃないですけど、あの思ったりしたことはありますね。そうなんですね、うん、でも別に小学校の時って芸能界憧れてないですもんね、まだ。野球選手に憧れてましたね。え、じゃあ中学はもう野球やってたんですか。中学1年だけやりましたけど、はい、中学2年の時にはもうやめちゃいましたね。お、そうなんだよ、やめちゃったんですか。中3の時の先輩は好きだったんだけど、中2の先輩はあんまり好きじゃなかったっていう感じじゃないですかね。あ、そう、やっぱ結構上の先輩とかも結構戦ってきたタイプなんですか。戦ってきたというか、嫌いなものは嫌いだし、あの好きなものは好きっていうのははっきりしてたかもわかんないですね。じゃあそれ暇じゃないですか、放課後とか急に部活なくなったら。あのね、それは結構もうすごくすさんだ生活をしてたので、まあもう友達とたむろして、学校行かないでスケボーやったりとか、昼ぐらい、昼過ぎぐらいに給食食べに学校行ってたとか、普通の中学生じゃなかったかもしれないですけど。その親の反応はどんな感じですか。そのお父さんはデザイナーだから今日忙しい。いや、もうね、その頃には不動産屋に変わってて、はい、まあ、厳しかったですね。もうものすごく厳しくて、小学生の頃とかもうそれ以前から本当に結構厳しくて、今で言ったら多分ニュースになるようなレベルとか、昔ってそうじゃないですか、親ってもう厳しいというか、ちょっと強めのタイプというか、強めの感じがあったりとかもしたから、もう怖くて怖くてしょうがなかったです、やっぱり小学生の頃は。中学帰ってもまあ怖かったんですけど、切り離したいというか、グレたらなんか関わらなくていいのかなとか、例えばそうそう、中学の時タバコ吸ったりとか、でもう部屋とかで吸ったりとかして、もう匂いとかわざと出したりとかして、怒られるんだったら怒られるといいやみたいな、むしろもう濃いみたいなぐらいに思ってて、そういう反発の仕方とかをしてたりとか、でもやっぱり親ももう何も言えなくなってくるというか、こっちも学校行かないで、ね、バイク乗ったりとか、免許じゃないですかやっぱり、ね、なんかもう悪いことどん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 してっちゃうから、手つけられなかったのかなと思いますけど、俺は俺でなんかこうざまみろというか、親に対してはそう、なんか勝手に産んどいてみたいなぐらいの気持ちに、あの典型的なね、感じにはなってました、ね、ちょっと半ば復讐みたいな気持ちで反抗してたってのもあるんですか。反抗というか、それ悪いことしてたというか、怖かったからこそ近寄らせたくないというか、っていう感情はすごいあったかな。お母さんは
それとどういう存在だったんですか。そのお父さんは怖いと。いや母親も怖かったですよ。もうめちゃめちゃ怖かったし、うんうん、2人してだから母親がなんかこう父親に言って父親が帰ってきたら怒られてみたいな、それがもう毎日毎日続いてたんで、うん、もうそれが嫌で嫌で、保育園の時からかな、それは。それそんな時からですか。はい、もう5歳とか4歳5歳ぐらいの時から、もう物心ついた時からもうですね。それってやっぱその高子さんが長男だから一番厳しくされてるとこもあるんですか。まあ期待もしてくれてたんだと思いますけど、でもその期待の伝え方というかが間違ってたのかなとか、で今自分が親になって思うし、うん、なんか自分がこの年になって逆に父親とか母親とかの未熟さというか、うんうん、やっぱり若かったし、今僕ね40になってるけどそれよりももっと若かったじゃないですか、うんうん、25で産んだ子なんで、うんうん、そうそう、だからまあね、その中で弟死んだりとか、いろんななんかその大人の中だけでの感情もきっと多分あったんだろうなって言って、今だったら分かりますけど、ストレスもそのまま向かうだろうし、保育園の時から弟ずっと集中治療室で生き続けてたんですけど、保育園終わったらもうそのまま病院行って、病院のその集中治療室の前の集中治療室に入れないんで子供が、なんでその目の前にブルーシート引いてなんかその日の本読んだりとか、うんうん、それが日課というか、そうで帰ってきたら帰ってきたでボコボコ殴られるし、もうなんかそういう生活がもう苦しくて苦しくてしょうがなくて、中学になってそこでどっかで弾けたかなというか、でまあそこでもね、小学校の時もそうだけど、やっぱ先生っていうものに対して信用できないっていう風に思っちゃった。大人も信用できないし、なんかその同級生とかもあんま信用できないっていう気になってきて、だから仲いい、まあみんな別に仲良かったけど、別に俺は嫌いじゃなかったけど、限られてましたよね、一緒にいるメンバーっていうのは。ちなみに弟さんは、もうその生まれた時から集中治療室っていう生活で、結局高子さんが何歳ぐらいの時に亡くなってしまったんですか。僕5、6歳なのかな、5、6歳の時ですかね、うん、なんか弟が5歳ぐらいつってと思ってたんですけど、ずいぶん前は、うん、今もう37回帰とか、うん、当時子供で正直その弟さんがそういうような状態だから自分がこう割と一人になることが多いみたいな感覚なんですか。うん、そうですね、一人になることはだからその時点で多分慣れてたのかなっていうか、うんうん、しかも親同士も仲悪かったんで、うん、で中学の3年の時に手に負えなかったんですね、親もね、もう僕が、うん、夜中も出てくし帰ってくしバイク乗るしとかって、もうそんな生活じゃないですか、うん、でどうしたいんだと、うん、言った時にもう一人で暮らさせてほしいと、うん、って言って家の近所にアパート借りて、でそこで、まあ、父一人暮らしというか、離れて、で中3からですね、だからその高校行った時もそうですけど一人でそう暮らしてたんで、もう本当中3からです。でもそんなのいいわけないですよね、やっぱり不良たちのたまり場になるし、あ、まあ、そかもう無法地帯になりそうですね、うん、無法地帯ですよね、みんなたまり場はそこか、また離れがある友達の家かとか、うん、向こうも向こうでどうしていいかも分かんなかったと思うし、放棄したいのもあったと思うし、うんうん、そうせざるを得なかったですね、お互いに、うん、それじゃあ高校も普通に受験するんですか。そうですね、受験したんですけど、まあ、スーパー頭の悪い学校に行ってすぐ辞めちゃいました。そうですね、うん、高校1年で辞めちゃって、はい、もう何するんですかそれから。ペンキ屋さんやったりとか、ほうほう、まあ、その体力系の仕事やったりとかしてたんですけど、親戚のおじさんが、まあ、もうそんな風にうだうだやってんだったら海外でも行ってきたらいいのにって言って、まあ、親が行かせたのか親戚のおじさんが行かせてくれたのか分かんないですけど、サンフランシスコに一人で英語も喋れないのに送られてそれって気持ちとしては嬉しいんですか、それともなんで。いやいや、もう全然興味ないけど、ただその一人になることとかには、うん、まあ、恐怖心もないし、うん、なんかまあ興味があるというか、あ、やったことないこととか、うんうん、なんでまあ面白そうだなっていうか、うんうん、それってなんかどっか学校に入るんですか。いや、学校入んなかったですね、もうなんかホームステイ先のところでなんかとりあえずホームステイしろみたいな感じで、でそこで勉強しろみたいな感じだったんですけど、
全然やる気なかったですね。え、そのホームステイ先の人と一応英語でコミュニケーション取るんですか？はい、そうです。言ったら、じゃあ最初とか何も英語できないんですか？そうです、はい、最初何も分かんないんですけど、まあガイドブックっていうなんかその見ながら、うん、本見ながらこれはこうだろうな、こうだろうなってジェスチャーしてみたいな。それはそれで結構寂しくないですか？日本語喋れる？やばいです、やばいです、はい。で、ジャパニーズヤクザとか言われて、髪の毛真っ赤でアロハシャツ着て行ったんですよ。しまいに本投げつけられて、もう僕も全然わかんないんで、ここはチェアだったらチェア、テーブルとかなんかこう、付箋貼ってあるんですよ、はい。で、冷蔵庫のリフレジレーターっていうのに、もう聞き取れなくて、ふざけてというか、もう適当に言っちゃったんですね。そしたら本パン投げつけられて、次の日からアイスだけだったんです。ご飯がアイスだけ、アイス出されてもうそれ食べとけみたいな。それちなみに何ヶ月滞在したんですか？1,2 ヶ月じゃないですかね、うん、そんな長くはいなかったですね、はい。で戻ってくるじゃないですか、はい。何するんですか？まあ、東京出るんですよね。その時に千葉に僕3年間住んでて、東京、もともと東京だったんですけど、東京、中学3年間千葉住んでて、その外国に行って、帰ってきて東京に戻らせてくれって言って一人で東京戻ったのかな。ポップティーンっていう雑誌があって、そこの雑誌に出ることになって、それはもうバイト感覚でやろうかなって思ったんですけど。スカウトされたんですか？あの友達が、知り合いの先輩がそこの編集部の方と仲良くて紹介されて、いいじゃんみたいな感じになって出ることになってみたいな。じゃあ最初ギャル雑誌みたいなとこから芸能デビューしてるんですか？なんか昔スーパー高校生みたいな、妻夫木くんとか押し切り萌えちゃんとか、誰だろうな、押し成周吾とか、なんかあそこら辺のメンツがこういた雑誌があって流行ってたんですよね。エッグ、ポップティーンで東京ストリートニュース、なんか時代的に可愛いとか、その時代だったんですね。でそれで一般の人とかまでもなんかそのスーパー高校生っつって、盛り上げてもらった時代があって。そうか、じゃあ高校行ってないんだけど、年齢的にはスーパー高校生だから。そうなんですよ。でみんな名前の横に高校名とか書いてあるんですけど、これ高校入ってないとやばいのかなみたいな気になってきて、もう一回高校入り直すっていう、通信制の高校に入り直すみたいな。その雑誌のモデルの肩書きのために、はい、うん、そうなの、入っていた方がいいだろうなと思って。ははモデル続けてって、パッチギとかはその付近ですか、それとももうちょっと後ですか？パッチギはね、20歳とか21とかの時なんで、はい、全然後です、ね。モデルやってて、その時は、それまでは。そうですね、はい。なんかその俳優になるきっかけあるんですか？で、家が払えなくなったと。その家賃、家賃というか、母親と親父はもう離婚しちゃったんです、その前に。で離婚した時に、まあ親父がこう、まあ、親父方に引き取られてたんですけど、親父と一緒にいたくないし、で東京出るっつってなってるじゃないですか。あ、そうそう、その経緯があったんですね、うん。親父ともいたくなかったんですよ、で東京出るって出させてくれって言って、最初出してくれてたんですけど、向こうもなんか離婚のことでどうたらこうたら金もかかるしみたいな雰囲気になって、もう家探しといてみたいなこと言われて、いや家探しといてって言っても何言ってんのと思っちゃって、帰る場所もないし貯金があるわけでもないし、まあいいやと思って過ごしてたら、本当になんかこう追い出される日になって、マッシーみたいな、で紙袋2つだけ持って、大事なもんだけ持って、12月とかあったんで、冬なんかもうコート2枚着て、髪の毛もロン毛だったんですけど、ボサボサの向こうになってさまよって、1週間ぐらいのこうホームレス生活みたいな。片や雑誌出てんのに。そうです、その最中に。全然キラキラしてないですよ、じゃあ。全然キラキラしてない。え、だって多分ノリとしては、同世代の女子高生がちょっとキャーキャー言われるような存在ってことですかね。まあ見たらだから分かるっていう人もいたんじゃないですかね、ホームレスやったりとかしてるさなか、なんかあるんですか、そう進むというか前に進むきっかけというか。それでなんかそのもうさすがに仕事探さないとまずいなっていうので、ラーメン屋さんに連絡したところがあって、それたまたまラーメン屋さんでまかない付き、住む場所も完備みたいな
まあ、履歴書もなかったんですけど、そのまま電話かけて、荷物持って、みそらしい姿のまんま、店長が、まあ、何も言わんと、ラーメン差し出してくれて、そう、コーラ出してくれて、で、食べ終わった後に、なんかこう、いつから働けんのみたいな感じで言ってくれて、いや、もう今日からでも働きますみたいな。やったーと思って。とりあえず、後で家見に行ってきてんっつって言ったら、まあもう狭い狭い和室の共同トイレ、で風呂なしみたいな、まあ一つ部屋はなんかシャワー室があって、もう一人のその従業員の、でそこでシャワー入らせてもらったりとかしてたんですけど、あったかかったですね。スーパーあったかかったですね。もうなんかこう普段の生活よりあったかいような優しさに触れてる。いや、もう本当にあの時のあったかさ半端なかったですね、うわーって布団で寝れる、そんな綺麗な布団でもないのに、でちょっとモデルラーメン屋やりながらやってて、最初の演技はパッチギですか？簡単に前やってたんですか？はい、なんかテレビ出させてもらったり、映画出させてもらったりしてましたけど、大きい役っていうのはパッチギが初めての。いや、そうでもないな。なんか「明石家の道」っていう松岡ジョージ監督の映画があったんですけど、それはなんかメインどころでやらせてもらったんで、ただその メジャー級というか、なんか有名にならせてもらった、みんなに名前覚えてもらってとかっていうのはパッチギですかね。それってその前に普通に俳優事務所にスカウトされるんですか？そうです。そのラーメン屋で働いてた時に、そのポップティーの編集部の方に、そのテレビドキュメンタリーの番組が来て、なんか面白い高校生いないみたいな感じになって、で僕が多分選ばれたんですね。その推薦してもらって、でなんかちょっと苦学生みたいな、モデルやりながらそのラーメン屋で働いてて、学校も行っててみたいな、こんな子がいるよみたいな、あ、じゃあそれ面白いんじゃないのみたいなので取り上げてもらったんですかね。そう、それ取り上げられたら、そこから普通に事務所にスカウトされたんですか？ラーメン屋に電話かかってきて、で、まあ会いましょうみたいな形になったんですけど、でも役者っていう部分にあんまり興味がなくて、僕なんか音楽の方が好きだった、その頃。中学でもなんかバンドを文化祭でやったりとか、そう。何系が好きだったんですか？高校生40歳だから、あれ、ハイスタンダードとか、ああいう世代ですか？ああ、もうあのそっち系も聞きましたし、黒夢歌ってましたよ。あ、え、黒夢？ビジュアル系も流行ってましたもんね。まあ、ビジュアル系って言ってんのか分かるんですけど、はい、黒夢好きだったんですね。黒夢歌ってましたね。めちゃめちゃ高くないですか？だってなんかピストル歌ってましたよ。ピストル？はい。すごいですね。じゃ、その後に札とかも聴いてとか。そうです、そうです。はい、そうなんですね。で、結構オールジャンル聴いてました。洋楽も聴いてたし、だから当時ニルバーナとかも流行ってたし、ハイスターとかもそうですけどね。グレイルナシはすごい流行ってましたね。で、グルーブルーとか。グルーブルー流行ってましたね。ロジアとか。ロジア流行ってましたね。みんなカラオケ取り合いでしたね。はい、そっか、じゃあ俺音楽の方が興味あるんだけどなとか思いながら、お前向いてるよって言われるからやってみるかみたいな。向いてるよというか、まあ、こういう方向性もあるのか、あんまその芸能の部分にジャンルがちょっとよく分かってない部分もあるじゃないですか、素人なので。じゃあ大人に言われるかも。本当にできるのかなって思いながら、だから全然楽しくなかったです、役者やってても。はい、でそのパッチギの前にベントっていう舞台があったんですけど、パルコ劇場でやった。でそれでゲイの、ナチスの政権下の話で、まあ、ゲイも迫害されてたと、あのユダヤ人だけじゃなくて、でそのなんか話をやった時に、舞台をやった時にめちゃめちゃ面白くて、それは何が違ったんですか、それまで。いや、何だったんだろう。僕演出家もなんか好きだったし、扱ってるテーマもちょっとディープで面白いですもんね。そうですね、面白かった。その話っていうか、台本読んだ段階でなんか泣けてきて、感情が入ってくるというか、やってみたいかも。その前に舞台やらせてもらったんです、1回目、鴻上庄司さんの、それクソつまんなくてもう自分自身が、クソつまんなくて、もう何にもできなくて、で周りはやっぱり実力者の人たちいたし、まあ、ちょっと上の世代でも山本浩二君とか一緒だったんですけど、もう全然レベルが違いすぎて、もうこんなところでできないと思ってたし、だから舞台はもう二度とやりたくないと思ってたんですけど、
奥さんの弁当、うん、ちょっと台本見た時にいや面白そうだなと思ってやらせてもらいたいなってお話しさせてもらって。お母さんの役もゲイの役なんですか？そうです、はい、椎名桔平さんの恋人役で。そのかなり下積みというか最初の実験点からそういう大きな仕事をやらせてもらってたんですけど、椎名桔平さんの相手役なんてすごい役じゃないですか。そうですね、なんかその重厚なというか、あの分厚い作品にはすごい参加させてもらえたというか、それは多分会社の方針だったのかもわかんないですけど、結構本格派ですもんね、そんな内容を若手の20前半の子にやらせるってなんか、うん、そうですね、確かに。だってバッチリも言ったら結構このなんですか、うん、ナイーブな話じゃないですか。そうですね、うん、その在日朝鮮人学校の子たちの、はい、なんか青春群像劇ですかね、うん、あのまあ、いろんな差別になったりとか、はい、葛藤ありながら、うんうんうん、みたいな話じゃないですか、はい、あれもやっぱ高野さん自分やりたいと思ってあのオーディション受けに行ってるんですか。そのオーディションというか何なんだろう、オーディションという形だったのかな。なんかオーディ本は読んでないんですけど、はい、普通そのあの時代って本読んで覚えてきてとか、うん、このページ覚えてきてって言って、うん、一回お芝居してっていうあれだったんですけど、最初からもう井筒さんがいらっしゃって、うん、なんかその舞台か弁当の舞台にパッチギのプロデューサーが見に来てくださって、今度多分パッチギっていうその映画撮るとかそういう話が進んでたんですかね、うん、でまたちょっと会いに来てって話だったんじゃないですかね。あ、じゃあもうどっちかというと一本釣りの感じでオファーされてるっていう感じ。どうな、いやオファーっていう形じゃないと思うんですけど、でも一応伊豆さんも僕のこと存在知らないし、うん、ちょうどなんかその、まあ、全然違う役をやってた時に髪の毛ここメッシュ入ってて、うん、その頭どうしたのみたいな感じで伊豆さんに言われて、いや免許証の更新があったからしましたみたいな適当なこと言ってなんか対決しようかなみたいな、井筒さんと対決したろうぐらいの気持ちだったんです、はいはい、なんかその時にめちゃめちゃ虎ノ門のなんとかってテレビがあって、うん、映画のことでもうボロクソ言うって井筒さんがめちゃめちゃ怖い人っていうイメージがあるから、はいはい、なんか怒られようもんなら別になんかはっていう感じでしたろうかなみたいな風に思ってたんですよね。だからなんかこう結構うん、そう、その時ヤンキーマインド働いてるんですね、その時負けないぞじゃないけど、はい、はい、丁寧ですよ、ものすごくちゃんと丁寧に喋ってるけど、うん、ちょっとふざける、何か、いや、ふざけるというか、何か言われたら、別に、はっみたいな感じでしようかなみたいな、はい、その時期だったんですかね。うん、そんなも含めて、うん、この役バッチリじゃんってなったってことなんですかね。ああそうかも分かんないですけどね、どうなんですかね。言ったらなんかその、うん、あの映画でなんか一番インパクトのあるキャラクターっていうか、うん、そうですね、すごいハマり役っていうか、はい、それはでも本当にそこの台本読んだ時からそれも思ってたし、これはもうアンソンっていう役が決まった時にもう自分の映画だと思ってたし、うん、自分の映画として見せないと良くないっていうか良くならないと思ってたし、はい、主演は沢尻です。塩屋で僕で沢尻って感じです。あ、そうかそうかそうか、うん、そうだからエリカちゃんと、うんうん、多分僕の映画にしなきゃいけなかったですね、あれは、うん、やっぱこうなんていうんだろうな、題材的には、うんうんうん、それじゃないと伝わらないというか、うんうん、そうか、そんなことちゃんとこの台本読んだ時点でこう、うん、20代で考えれてるんですよ。そうですね、その時のもう毎日は、うん、その俳優でこのちゃんとこう一流俳優になるんだってい もう心持ちがあるんですか。ないです。あ、ないんですか。はい、全然ないです。でもそのじゃあこれ俺の主役の映画にしなきゃいけないっていう、それは どういうモチベーションなんですか。作品自体がそういう作品だから、うん、僕がとかじゃなくて、そうか、でも作品作りを関わるんだったらいいものにしたいみたいなものはもうあったんですか、うん、そうです。だから僕が別に目立たなくてもいいし、その作品によっては僕は目立たなくてもいいし、この人が目立つようにやらなきゃ作品自体が成立しないとか、うん、何でもかんでも目立とうとする人いるじゃないですか、うんうんうん、でああいう感じじゃないでしょみたいなとか。だって言ったら20代の前半の俳優さんなんてみんなその何でもかんでも自分が目立ちたいっていうのが割と普通なんじゃないですか、うん、多いですね。だから当時もそうだったんですけど、やっぱりその学園ものとかやったりとかして前に出たい出たいみたいなやつが多いから、うん、まあ、そういうやつにもどうぞどうぞって出ればいいじゃんみたいな、うんうん、そういう時はみんなで群像でやってる時は出たらいいじゃんっつって、うん、でもこっちはこっちで目立つ瞬間があるから見せ場があるから
まあ、別にそこに響いてないんだったら大丈夫かなとか、逆に前に出といて、この後のつながり的に前に出とかなきゃいけないなって思ったら、あ、ちょっとごめん、多分俺出とかなきゃダメだわって言って変わってもらったりとかはするかもしれないですけど、うん、基本的にだからさ、自分が自分がっていう風に作品で思ったことはないです、うん、あれ どんぐらいで撮るんですか、ああいう映画って。2ヶ月ぐらいですね、パッチギは。それって映画で普通なんですか、それとも割と早タイトなんですか。いや、なんか時間かけてる方だと思うんですけど、うん、京都でしかも丸々、うんうん、撮影してたので、でそのやっぱり縁もあって京都っていうのもあるんですよ、今の時点で。うん、1ヶ月過ごした場所、そうそう、なんでやっぱり安心感があるというか。でもそこからもう舞台とかじゃなくてテレビのドラマとかオファー増えるっていう感じさ、言ってる。そうですね、増えたんですね、はい。だからまあ、うん、ルーキーズとかもそうでしょうけど、うん、ルーキーズなんかそれこそさっき言ったその、うん、若手で今から売れるぞって人がいっぱい集まってるから、はい、それこそ そういう感じになりそうなことじゃないですか、その前の取り合いみたいな。あ、でもどうなんですかね、まあ、それぞれ各々のキャラクターが結構立ってたんで、なんか見せ場があったんです、そんななかったんじゃないですか。だから全然違う生徒役の子とかはもちろんあったのかもわかんないですけど、そうか、もうあの野球のメインメンバーはもう役割決まってるし、でみんななんかそれぞれ撮影が終わったらバラエティに行って、ものすごいバラエティジャックをしてたんですよ、ルーキーズって。だからもうそのテレビに行って、あのバラエティ行って、バラエティ行って、でドラマ撮影してバラエティ行ってっていうのは、もう役割分担でやってるから、うん、もう本当チームですよね、うんうんうん、なんかタケルとか五十嵐俊二とかのチームが全然売れてなかったけど、うん、その当時はそこにバラエティ行ってもらうとか、うん、あの撮影がちょっとタイトじゃないから行ってもらうとか、うん、でもやっぱり番組的には桐谷健ちゃんが話が面白いから出てほしいしでも健ちゃんは健ちゃんで、あの映像の部分もやっぱりメインどころだから思いっきりあいつも大変だったと思いますけどね、もうバラエティ嫌やわっつっててあのいや好きなんですよ、うんうん、一生懸命やるし好きなんだけど、うん、あのそういう風にやって見られちゃうし、イメージがやっぱりケンちゃん面白いから、うんうん、そういう人って見られ出しちゃうと、うんうん、嫌やわっていう、うん、お芝居で見せたいっていうか、うんうん、バラエティはやってて楽しかったですか。楽しかったですけど、やり方が分かんないんで躊躇してた部分もあったし、やっぱりその当時なんかちょっと違う部分で嫌だなっていうか、全然関係ないこと聞いてきたりとかするから、プライベートなこととかを挟めてくるから、俺って何なんだろうなみたいな、そうそう、なんか自分のこと聞かれてんじゃないしみたいな。当時だからその結婚してたりとかしたんで、そのなんかこう奥さんどうなのとかみたいな雰囲気のことを必ずその資料に入ってるみたいな、うん、なんかそこを喋ったりとかすると、こいつなんか売名みたいな、なんかそういう雰囲気で言われるのもすごい嫌だったし、うんうん、しかも相手も女優さんだとそんな喋れることも限られてきますよね。そう、限られてくるし、悪いことなんて絶対言えないし、うん、何の意味があるんだろうみたいな、でも世間は聞きたいんだろうなみたいな。はあ、うん、そっか、今回ちょっとそんな早い段階で結婚してたんですよ。そう主演級になってたじゃないですか、うん、その窮屈さを感じてたんですか、ちょっとずつ。はい、ありました。やりづらいなっていうか、うん、売れたくないっていうか。あ、そんなモードですか。はい、売れたくないはいつからですか。いや、ルーキーズじゃないですかね。ルーキーズでも本当に世間的な認知度というか当時は上がってて、やっぱりその知り合いとかからもその子供たちの小学校の運動会に来てくれって言って、うん、見に行ったことある、仲いい先輩の、うんうん、甥っ子の運動会に行ったりとか、うんうん、でもそうしたらもう小学生たちぶわー集まってきたりとか、うん、すごかったですね当時、うんうん、その体感的に変わったなって思うのはルーキーズですね、うん、だけどやりたい仕事もあるけど、うん、この人とやりたかったなっていうのをやれたりとか、うんうん、稲川さんとやりたいとか舞台の方ですごく面白かったし刺激になったし、でもなんかやりたくないこともどんどん増えてきたりとか、あとなんかこう何かこう喋っちゃいけないというか、あの自分の意思をこう示しちゃいけないというか、
そういう世界だなって思ってるんで、うん、結局は、まあ、昔とは違いますよね。やっぱりその、うん、出る杭は打たれるし、まあ、でもやっぱその役柄のこともあるし、あんまりなんか本当のこと言えないっていう期間が続いていくんですか。いや、そんなことも考えてなかったですね。そんな問題になるとも思ってなかったし、うん、いや当時そのツイッターでうわって騒ぎになった時も、うん、そんな問題になると思ってなかったんで、うん、まあ、結果問題になっちゃったから、うん、でもだからですね、フジテレビが韓国のドラマばっかりで、うん、ちょっとおかしいんじゃないかじゃないけど、うん、そういうのはツイッターですかね。まあ、韓国のドラマというか韓国のテレビ局みたいなぐらい流してたから、うんうん、これってそれこそ子供たちが全然いいんですよ、うん、全然いいと思うんですけど、そのただあれってその政策、うん、なんて言うだろう、その韓国の、うん、まあ、政治的じゃないですか、言ったら、うんうん、その韓国の政策じゃないですか、うんうん、メディアに出していくっていうのは、うんうん、だからそこの部分とかも別にいいんですけど、うんうん、子供たちが大きくなった時にその印象だけというか、うんうんうん、そのマインドになっちゃってるというか、うんうん、っていうのはすごくもったいなくて、うん、まあ、もちろん韓国のネタも やろうが別に中国ネタやろうがアメリカネタやろうがいいんですけど、うん、まあ、日本のことをもうちょっとやってったらって、うん、こんなにいいもの いっぱいあって、うんうん、いい文化もたくさんあるんだから日本のことをもっとどんどんやってったらいいのになっていう気持ちだったんですけどね、うんうん、なんかその中で、まあ、もちろん僕はその韓国系の動向とかっていうのって、うん、そのやっぱトップの問題だと思うし、うんうん、韓国の政府、うん、日本の政府、うん、中国の政府、アメリカの政府とか、うん、もうそういう上のなんかこうレベルの人たちは基本的に下の人たちのことを考えてくれてないっていうか、うん、その一般の、ね、人たちのことまで目がいってないって思うから、そこに対してはすごくなんか物申したいこととかたくさんあるけど、うん、やっぱり人一人一人は別に何とも思ってないし、僕は、うん、なんかやっぱり仲いいやつは仲いいし、うん、もちろんその在日の人間たちもたくさんいるし、うんうん、嫌いなやつは嫌いなやつ日本人だっているし、うん、なんかまあね、やっぱりうまく伝えられないんであれば伝えるべきじゃなかったですね、うん、なんか後々考える、うんうん、なんかいろいろ言いたいことはありますけど、その別に言わなくてもいいことだったのかなとも思うし、うん、ただ言わなきゃいけないかなとも思ったし、うんうん、それがきっかけで当時の事務所を辞めることにもなるんですか。そうですね、まあ、そこで離婚もするし、うんうん、会社もなくなるしみたいな、うんうん、なんで、まあ、営業してくれる人もいなくなるんで、そこではずっとひたすら絶え間なくドラマを、うんうん、この期間、動画、うん、あの映画、ここの期間、舞台みたいな感じで入ってたものが、うん、スパッとなくなるんですよ。そうですね、はい、うん、あんまり原因はあれ聞けないと思うんですけど、その離婚とかもそれはちょっと響いてたんですか。そのツイッター騒動のことが原因でもあるんですか。普通に考えて、やっぱりその相手方は大手にいるし、問題発言した、うん、一人の俳優がいて、うん、でその俳優がね、その国民的な女優さんと一緒にいるっていうことはやっぱり良くないんじゃないですか、うんうん、だから、まあ、まあまあ難しい問題ですよね、うん、ただまあまあ浅はかだったということですね、僕がね、なんかそこの部分に関して、これもこれで運命ですよ、うん、これでもうこれで自分が過ごさなきゃいけなかったことだと思うし、まあ単純に考えたら普通にレールに乗っとけばね、普通にバンバン多分 CM も出てただろうし、ドラマも主役張ってただろうしって実感はあるんですよ、それは、うん、だけどやりたくなくなっちゃったんですよね、うん、そこに対して自分が、うん、思ってることだったり感じてることだったりとか、なんかこう嘘つきながらやりたくないというかっていう気持ちが出ちゃったかな、うん、ストレスを抱えてたから、うん、そのことがなくても遅かれ早かれこの離れてたかなとは思いますか、じゃあその芸能界みたいな、その、まあ、大手事務所みたいなところ。いや、それはどうか分かんないですけど、うん、そのやっぱり誘導してくれる人も大事だと思うし、うん、あのパートナーというか、うんうん、
こうしていこう、ああしていこうって言ってて、で、それを聞き入れられるだけの自分も余裕がないといけないし、全部がね、絡み合ってたら、うまく絡み合ってたらいい方向に、っていうかまた別の方向に、今が別にいい方向じゃないってわけじゃないですけど、また別の方向にも行ってたのかなとは思うし、そっからスポンサーフリーになった感じですか、それとも、どっかまた違う事務所に入ったんですか。あ、なんか友達が立ち上げてくれて、もともとアパレルやってた人が立ち上げてくれたんですけど、やっぱりもうみんな素人だから、できるわけもなく、それはもう空中分解するというか、して、で、また新たな事務所をなんかこう、まあ、縁があって、お世話になりましたけど、あそこともそんな何年もいるわけじゃなく、やっぱりその大手だったんで、芸能界っていう部分ではすごくガチガチの芸能界って感じなんで、ちょっと僕的には合わなかったかなっていうのもありましたね。やっぱり芸能界が合わないですね。本当にお世話になって、でここまで、それこそ名前出してもらってたのはテレビだったり映画だったりね、その芸能界っていう部分だと思うんだけど、ドロドロしたものを見すぎたかなっていうか、まあ、言ったら芸能界の中の政治的な部分でいろんなものが決まるとかそうですか。だからそのすごく有名な俳優さんがオファーを出してた時に、オファーというかそのキャスティングの打ち合わせがある時に、高岡だけを排除してくれとか、そこの事務所の社長さんが高岡壮介使わんといてみたいな、それがすごい入ってきたんですよ。そのもうある俳優さんとその事務所がめっちゃ言ってるっていうのを、で俺はなんか会っても普通だし、向こうも、おーみたいな感じなんですけど、そうか、そんなのもあるんですね。それだから言ったらその有名俳優の人の個人的な気分によってオファーされたものは個人的というか、まあ、本当に個人的や、じゃないですかね。だからその僕にあることで説教されたことがあると、その俳優が、でそれはやっぱ根に持っちゃってるから、で立場上どん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 彼が名前を売っていけば売っていくほどいろいろ口出せるようになってくるじゃないですか、キャスティングとかにも、まあ、そういう世界じゃないですか、だから、まあ、そこで NG を出されるとか、あとはなんか関東連合だよとか、なんかそのどこどこの所属してる、悪いところに所属してるよとか、っていうのをよそのプロデューサーとかよその番組のあれとかに流してるっていう、えげつないです。結構言った本人が外でなんか誰かにと喧嘩になった時に、俺関東連合の知り合いがいるとか、ああこう言ってるとか、そういうのも話聞いてるし、俺言ってるかなそんなことみたいな、そうだからもう気持ち悪いなと思ってて、その世界がなくなるんであればやりたいなとは思うけど、お芝居自体はやっぱり面白くなったし楽しかったなって思うけど、まあ役者というか、その本当にしがらみなくお芝居に興味持ってるとか、人とか集めて何かやったりとか、それも趣味でいいなって感じなんですよね。やれるからせっかくその持ち合う持ち合うじゃないですけど、やっぱりやれることはあるから、キャリアがありますもんね。だからそこの中でせっかくだったら使わなきゃいけないというか、なんか使いたいなっていうか、で教えられることも少なからずあるから、こういうふうにやってやったら面白くなるんじゃないとかっていうなんかこう目線もあるじゃないですか、だからそういうのは伝えていけたらいいなとは今の段階では思ってるかな。その格闘技やって余計思ったんですよね、俺これじゃないなみたいな。そう、なんかやっぱり映像ってすごくかっこよく撮ってもらえるし、その決まった部分だけで撮ってもらえるけど、本当にガチンコだから、情けない部分も出るし、ダサい部分も出るし、でもそれもそれで良かったと思ってるし、そういうのを人に見てもらうっていうのも、ドラマとか映画が一番芸能界だみたいな言い方する人もいますもんね。ああそうですね、バラエティとかよりもっとこの、人間関係とか、誰かのメンツとか、いろんな建前がめちゃくちゃ大事だったするみたいな、だってあのポジションって絶対取られたくないじゃないですか、多分あそこに行った人たちって主役とか2番手さんまでできるって、全然興味ないですもん、真面目に、はい。高尾さんがその、何ですか、心病んでた時期みたいなのってはあるんですか、その俳優として活動してたというか。
常にあるんですけど、それは、はい、やむやまないと言ったらちょっと分かんないですけど、はい、三島由紀夫さんの金閣寺っていう舞台をやらせてもらった時に1年がかりで、はい、こう舞台やってるんで、はい、1年間やってたんです本当に、はい、その中で1年間ずっと三島由紀夫に向き合って、ずっと毎日同じセリフ言って本読んでやってたら、やっぱりこう三島マインドが入ってくるというか、でアメリカのニューヨークで公演した時も観客が全然違うというか、日本の観客とは違うし、面白かったら面白いし、つまんなかったらつまんない感じだし、もうそれが如実に分かるじゃないですか、体感で。でこういったって日本もねしたらいいのになっていうか、自由にしたらいいのになみたいな、あこの人が拍手したから拍手しようとか、この人が立ったから立とうとか、誰かがしないといけない、今の本当にこのマスク問題と一緒、誰かが外さないと外さないみたいな、日本人ってそうじゃないですか。でもそれがすごくつまんないなって思って言っちゃったこともあるかなっていうか、ツイッターのことでその当時だったんで、そのニューヨーク公演の時だったんで、うん、日本人大丈夫かみたいな気持ちもあったし、へでも保証はしてくれないですよ。やっぱりそういう役に没頭してって、うん、どんどんそういうマインドになってったとしても、うん、やっぱり日本のね、その芸能界というか、うん、そこまでの保証をしてくれる、あとは自分でやってくださいみたいな、うん、心のケアというか、うんうん、そこはそっちでやってくださいみたいな、うんうん、心のケア的なことで言うと、うん、その真子さんはどんなことしてたんですか。普通に精神科とか行ってたんですか。行ってました。それ何歳ぐらいの時から行き始めたんですか。20歳、21歳ぐらいですか。おでもパッチリ終わったぐらいですね。終わったぐらいです、はい、へー。それでも自分で異変に気づいたんですか。ちょっとおかしいなみたいな。いや、だからその21歳の時に、うん、その自殺未遂しちゃってみたいな、うん、でその時に注射打たれて、精神安定剤に注射打たれて、そこから処方されるようになって、うん、そっからですね。21で自殺未遂してるんですか。はい。まあ、それはさっき言った、その、はい、言えないけど芸能界のドロドロみたいなものを目の当たり、芸能界っていうか、まあ、いろんな部分が重ねなり合っちゃって、うまくいかないことが重なっちゃって、自分の精神状態もそんぐらい落ちちゃって、うん、でなんかそのネットで悪口書かれるっていう時代もあって、うんうんうん、ちょっと走りだったのかな、走りなのかどうかわかんないけど、そのコンクリートっていう映画があった時にめちゃめちゃ誹謗中傷されて、うんうん、そこでちょっと病んでいっちゃってみたいな、うん、ただただ出てるだけじゃないっていうか、ただただお芝居がやれて、ただただね活動できるんだったら何の問題もないけど、違う部分とかでもやっぱりあるじゃないですか、うん、だからそこの部分で重なってどうしたらいいのかなみたいなのもあって、で友人関係だったりとか、まあ、彼女だったりとか友達関係だったりとか、まあ、全てひっくるめて全部がうまくいかな、うん、状態になった時に自殺未遂しちゃったんですね、うん、とか。でもそれはちゃんと死なずに済んだけど、うん、でも運ばれてって病院に、うん、でその時に、ね、注射打たれてからも睡眠薬と精神安定剤の世界ですね。分かんないけど、それって俳優さんはそういう人、うん、どうですか、傾向として多いんですか。それとも多いです、多いです、めちゃめちゃ多いです、はい、で今で言ったらなんか結構そういう精神安定剤飲んだとか心の病とか、うん、なんかこう出るようになったじゃないですか、表に、うんうんうん、一人じゃないんだなっていうか、自分だけじゃないんだなっていう気持ちに、なんかそういう時代なのかなと思って、僕もだから言いやすくなりましたね。昔は本当に隠してたし、うん、その舞台挨拶で倒れちゃった時、うん、もうその精神安定剤のもう飲まないで行こうっつって言って、うん、挑んだら結果倒れちゃって、汗かきながら、でもう息できなくなって呼吸できなくなって、でそれが薬物やってんじゃないかとかっていう話になって、でその後もう舞台挨拶出るのが怖いというか、うんうんうん、すごいトラウマで毎回変な汗かいてましたね。お芝居はできるし、舞台に立ってお芝居をすることもできるけど、うん、舞台挨拶だけできないっていう、うん、それめっちゃ怖いっすよ。怖いっす。で自分でも本当寸前まで大丈夫なんですよ、うん、で大丈夫な時もあるんですよ、うんうん、ただなんかこう一汗かかないと無理だなっていうそんな状況でルーキーとかクローズとか、うん、ああいう
映画やってたんですね。どんどん苦しくなっていってましたね。だから有名になればなるほど苦しくなっていってたって感じか。で倒れれば心配されるかと思ったらドラッグやってんじゃないかって、はい、変な噂されたりとか。そんなキャラですもんね、キャラ的には。何にも知らない人は勝手にそう信じちゃうかもしれないですね。うん、だからいいんですよ、だからそれもそれで。うん、全然異質でいいんですよね。うん、僕は多分普通の俳優さんとかとはまた違うんだ。でもそこのオーラが魅力としてやっぱあったから、あんだけいっぱい仕事来たんでしょうね。まあまあ会社のおかげとね、なんか一生懸命働いてくれたスタッフ駆け回ってくれてましたからね、当時も。薬物やってるんじゃないかとか、それこそなんか関東連合なんじゃないかみたいな、そういう嫌な噂とかって どうやって払拭するんですか。いやもう払拭しようがないん で、うん、で結局はね、10人思ってる人が7人になって6人になって5人になって、でもそれだけの世界の話だと思うんで、結局は 2,3 人は思ってるわけじゃないですか。うん、何を言おうが、うん、なんかあんま気にならないですね、もう今は。なるほどね。うん、なんか何言われて もう気にならないです。信じてくれる人がだけ、うん、と接してればいいやつ。いや本当に極端な話、もう本当に自分の子供だけがパパパパって言ってくれるんだったら、うんうん、いやって、あもうそれだけで生きてる価値あるなっていうか、うん、意味あるなっていう感じです。うん、であとはまあ本当に信頼してる友達というか仲間っていうかがいるので、それに救われてるっていうか、うんうん、ありがたいなと思います。もうそれだけで十分ですね。うん、それで高岡が京都に来る前の事件が起きるのも、うん、そのそういうモヤモヤがストレスもあったっていう。いやいや、そんなのもうそんなせいとかじゃないですね。うんうん、ただ単純に、まあ、僕はその生活できなかったんで、その時期、うん、で会社にも言ってましたし、これじゃ生活できないからちょっともうちょっと仕事入れてほしいっつって、うん、俺このままだったらバーで働きますよっつって、うん、言ったらあいいよとかって言われたから、えいいんかいみたいな思って、うん、で働かせてもらったり、それもなんかえほんまに言ってんだったらやるよみたいな感じでやらせてもらっちゃったんですけど、うんうん、そのバーで働いてる最中に起きたことなんですか。そうです。で、やめなとか言うこともなく、あやらせるんだって思いながら、うん、じゃ芸能っていうかそっちの方の仕事入れるつもりないんだなみたいなって思って、まあいいやと思って始めたんですよね。うんうん、でもやっぱりその生活感的には変わっていっちゃうじゃないですか、うんね、朝も起きれなくなるし、うん、やっぱり昼過ぎに起きた生活が始まって、うん、で朝までやってみたいな、まあ何やってんだろうなと思いますよね。だから会社いても意味ないし、うん、芸能っていう部分ももうちょっとしんどいのかなっていう、うんうん、自分の中でやっぱり一回傷作っちゃった人間っていうのは今の時代はちょっと難しいのかなみたいな、うんうん、でこんなタイプだし、うん、なんか言いたいこと言っちゃうじゃないですか、うんうん、結構障害ってなっちゃったんですか。障害です。うん、そう巻き込まれて殴っちゃったみたいなことですか。いやあのね、帰りにラーメン屋さん寄るのが大体そのパターンだったんですけど、うん、でそこのラーメン屋さんで、うん、今スカジャンの男の子が入ってきて、はい、ここの席なんか邪魔だみたいな、なんかこう荷物置いてあったんで、うん、ジャケット置いてあったんで、どかせみたいになって、うん、なんだとなんか知ってるみたいな感じになって、うん、お前あんたのこと好きだったのになみたいなこと言われたんだけど、うん、いや好きだったらそんな態度しないでしょみたいな、うん、なんかこう普通にね会話してたんですけど、うん、しつこいしずっと、うん、殴ってこいよみたいな感じで始まっちゃったから、いやもうこれ外連れ出そうと思って他の人たち残して外連れ出したんですけど、うん、そこで殴られて殴り返して、それが良くなかったですね。うん、でも殴られて殴り返してたらお互い様なんじゃないですか。でも僕3発いっちゃったんですよ。あ相手は1発あははで、それが過剰防衛って言われたんですよ。これ正当防衛じゃないんですかって僕も言ったんですけど、うん、その喧嘩両成敗じゃないんですかみたいなことを言ったんですけど、うん、実はもう過剰防衛になるからって言って、あそうなんだって思っただけですね。なんかあもう勉強になったって思ってもうだってもうその時点でどうすることもできないじゃないですか、うんうん、もう結果受け入れるしかないし、うん、もう仕方ない、どうしようかな、作品とか入ってんの大丈夫かなとか、うん、そっちになってるから、うん、今できることをしていくしかないみたいな、うん、って考えてました。
でもそうするとやっぱ結局それは20日工事ぐらいで済んだんですか。いや、あの48って言って 2日間。あ、2日間。はい。でもそっか、それってすぐやっぱマスコミにバレちゃうんですか、そのことが、そういうことがあったってことが。それとも、いや、だからその警察の世田谷署だったんですけど、うん、警察の方も言わないでくれてて、うんうんうん、あの送検の時とかも一切写真とかカメラとか撮られることもなく、うん、中ではそういう話もしてるんですよ。あの野球ドラマ面白かったとか言ってくれてたりとか、まあそんなこと言っちゃいけないんでしょうけど、うん、まあ表には出なかったですね、うんうん、表には出なくて後々その、まあ、報道されるんですけど、うんうん、まあ、週刊誌かなんかで、まあ、どっかの事務所のお抱えの週刊誌があるとして、うん、高岡が殴った相手はクローズのファンだったと、うん、あのクローズのスカジャンを着ていたと、うん、って言ってたんですけど、クローズのスカジャンなんて僕分かるわけないし、うん、そんな漫画みたいなことあると思ったんですよ、うん、あんた好きだったのになって言ってクローズのスカジャン着てて、うん、で絡んできて殴られて、ね、示談金200万よこせとかって言って、そう、いやいや高いでしょって言って、そしたら、まあ、50万って下がって、うん、いやそれでもちょっとどうなのって言って、うんうん、で100万に下がってみたいな簡単に50万ずつ下がっていくなみたいな、うんうん、まあ、でももう撮影というか放映しなきゃいけないからしょうがないでしょって形で100万つって、うん、なったみたいですけど、そんなもんすっぱ抜かれちゃったとか、すっぱ抜かれたっていうか本当って思いました僕は。なんかそこの段階でそのクローズの、うん、まあ、これちょっと使えないですけど、ああ、うん、ちょっとごめんなさい、まあ、喋れないことも今いろいろ聞いて、まあ、いろいろなんか事情は分かって、うん、で、まあ、もちろんそれ でその結局、まあ、逮捕されたことを、うん、まあ、まあ、誰かが売ったのか分かんないけども、あの音信、あの音便にすんだけど表に出されてしまったっていうのが、うん、それやっぱ結果的に事務所辞めざるを得なくなるって感じなんですか、その当時所属してた。いや、まあ、まあでもそうか、もう本自分的には辞めなかった、もう、いや辞めたかったというか、まあ迷惑かけてるのは迷惑かけてるので、うん、あとはもう待つしかないですよね、なんか、あ、判断を、判断を、うん、結果的にそういう判断だったで、まあ、1年ぐらいちょっと休んどけと、うんうん、っていうふうに言われて、うん、で京都にあの知り合いのとこ頼って、うん、ほんなら京都行きます。でその社長もあの会社の社長もその京都の人と知り合いだったんで、あ、じゃあそこに行くんだなみたいな感じ で、うん、でそれでそうか、京都行ってさっき言ってたようないろんなお仕事をしたりとかしながら、そうです、はい、その間にご結婚されたんですか、京都で結婚されたんですか、もう一回、京都に来る前に、うん、に子供がいることが分かってみたいな、うん、で京都で産んでみたいな感じですね。でもそれで言うとそのいろんなことに、まあ、疲れてる状態だけど、その家族が増えたっていうのはやっぱその一個の希望なんですか、人生的にはというか。めちゃめちゃ、はい、可愛いですよね。やっぱりなんかその向こうも全面的に信頼してくれてるし、こっちもなんかやっぱり信頼っていうか、自分の全てじゃないですか、もう本当に分身のような、分かってくれることもあるし何も言わんでもね、こっちもやっぱり分かるし、なんかそういうのが不思議となんかこう起こることが面白いというか、要所要所でマジで全てですね、自分の。うん、だって今 お二人いらっしゃるんでしょ。二人います。はい。まあ、こうして京都で家族できて暮らしてきて、はい、その格闘技のあの強肩に参戦しようっていうのは、だから どんな心持ちでやろうと思ったんですか。ああ、だってやんちゃしてたから喧嘩は多少してたんですけど、そのプロのあれとは違うじゃないですか。やらないって言ってたんですけどね、最初誘われた時もやりませんって言ってずっと言い続けてたんですけど、あるタイミングでまたその期間を置いてやらへんかって話になった時にマジで言ってんのって思って、でそれはどういう感じなのって言ってちょっといいか話聞いてみようと思ったし、まあ、何か変わるのかなとか、まあ、せっかくこんな話があるんだったら45歳で初めてのことできないし、50歳になってこんな話来てもできないし、
やってみてもいいのかなみたいな、しかもそれなりにトレーニングしていかないといけないし、生半可で、ね、上がれないし、トレーニングそういう風に続けてみてどういう気持ちになるのかなっていう自分も見たかったし、興味ですかね。はあ、それ以外は どうなんですか、その俳優みたいなのは、その芸能界っていう、でも今だいぶちょっと時代変わってきて、はい、いわゆる旧芸能界っていうんですかね、はい、あの大手事務所に関わらないでそういう俳優活動ってなんかできるような気もするんですけど、それはなんかあるんですか、そのこういうオファーがあればというか、仮に。そうですね、タイミングと、まあ、オファーがあれば、自分がビビッと来たりとか、自分がなんかこう何かこう刺激があるというか、を感じられれば可能性はあるかな。だから別にお前あんなこと言ってたじゃんみたいな、引退宣言してるじゃんみたいなこと言われても、別にそんなことはどうでもいいですよね、正直。その人の人生じゃないから、僕の人生なんで、僕がやりたいと思ったことをやるというか、やりたくなかったらやらないし、だから、やっぱりやることになりましたっていうかもしれないし、本当になんかこう、まあ、明日死ぬかもしれないぐらいな気持ちで生きてます。本当ずっとそんな感じです。あ、そうですか。はい、それいつぐらいから。ね、コロナになってからですかね。この時代になってきて、もうちょっといつ死ぬか分かんないなこれみたいな、なんかこういう騒動とかも、なんだろうな、この3年間みたいな、すごくなんかこう思うように生きたいのに生きれないで死んでった人もいると思うし、だからなんかそういう風に死んできたくないなみたいな、なんかこう押さえつけられてというか、だし何があるか分かんないって思っちゃってるかな。ちょっと体が不調が出てきたりとかしたら、そろそろこういうのも検査とかのタイミングなのかなとか、なんか考えてきますけどね。でもテーマですね、その生きる死ぬみたいな、永遠のテーマというか、もう生まれたからもう絶対死ぬわけでみたいな、じゃあどういうふうにやって死に向かってね、なんか面白いことができるのかなみたいな、死ぬときは良かったって思って死にたいなみたいな、っていうぐらいの感じですかね。どうなるんですかね、面白いですよ、何が起こっても本当に面白いですよ。でもまあ死ぬまでにっていうか、もうそのおじいちゃんになるまでに、まあ生きれるかどうか分かんないですけど、何本かはその映画なりはやりたいなって思いますよ。作る方になったりとか、出るとか出ないとか関係なく、なんか携わるじゃん、携わるっていうか、なんか作品残したいなみたいなのはありますよ。絶対できるんじゃないですか。やろうと思えばできると思います。はい、やりたいやりたいってずっと思い続けてれば、必ず叶ってきたんで、それがやりたい、これやりたい、あれやりたいっていうことは全部叶ってきたと思うんですよね。あるじゃないですかそういうのって、なんか本当に多分やりたいんですよ多分、それって、だから叶うと思うんですよね。諦めなかったら絶対何とでもなると思うんですよ。諦めてからやれないだけで、あとチャンスを絶対逃さないっていうことですね。その来た時のチャンスを、これだけは絶対に逃しちゃいけないものってあると思うんですよ。でそこのアンテナだけはすごい張っとくというか、ルーキーズもこれ絶対流行ると思ってたし、100% 流行ると思ってたんですよ。そうなの。はい、すぐ台本を見た時とか、オファー来た段階、台本っていうか、まあ、その自分がその役をいただいて、まあ、この役いただいたら、このもう僕漫画見てたんで、この役のことはすごいよく分かってるというか、理解できてる。そしたらやっぱり空気が入るから、あの人間としての息が入ってくるじゃないですか、そしたら人間味が出てきて、生身の人間見ててこの芝居をしたら絶対見てくれる人も多いだろうな、なんか飽きずに見てくれるだろうなとも思ったし、絶対面白いものになると思ってましたね。やればやるほど実感しましたけど。そうか、そう、勘がさえ当たってくるじゃないけど、感性研ぎ澄まされてた感覚あるんですね。言ったその感覚というか、ここ絶対チャンスだからね、逃せられないぞとか。そうですね、もちろんなんか力抜いちゃってた作品もありますし、面白くないなと思いながらやってた部分もあるし、それはやっぱり画面に出ますよね。そうか、舞台もそうだし、これは絶対評価されるとかっていうのはもう、感覚ってあるかな。ちょっと舞台をもうやりたいですか、もしあのなんかご縁があるというか。そうですね、テレビ以外であれば舞台と
映画と。かテレビはまあザ芸能界ですもんね。はい、もう変わんない限り無理ですね。やっぱりあのなんかこうスタイルが。ありがとうございました。どうもありがとうございます。頑張ってください。使えるとこいっぱいあるかどうかわかんないですけど。ちょっと使えるかなってところを集めて、あの、私は。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ダイレクトチャンネルライブ笑える絶望2、5月24日一般チケット発売中です。会場で待ってます。よろしくお願いいたします。そして月額1000円のオンラインサロンもメンバーさんも募集しております。こちらもご入会よろしくお願いします。